当然目標にとっては格好の的だ。我々は目標の投石のタイミングを見て一斉に信煙弾を放ち、投石の命中率を少しでも下げる。我々がおとりになる間にリヴァイ兵士長が獣の巨人を討ち取る。以上が作戦だ。総員による騎馬突撃を獣の巨人に仕掛ける。念には念をだ。第2第3波撃てー、予備を使え。この一戦に心臓を捧げよう。挙縮を済ませるべき。並びにマレーネ班は撃てー。内門のクラースさんと共に馬を死せよ。リヴァイ班、並びにハンジ班は鎧の巨人を仕留める。雷槍を使用し、今この時、何としてでも目的を果たせ。